けはですね、21歳の頃、椎間板ヘルニアになりまして、頸椎、腰椎、全部潰れてしまいまして、入院もしました。それで全然歩けない不自由な生活をずっとしながら、神経ブロック注射を打ったりとか、整体に行きながら、すごく不自由な思いをしながら十数年生活をしてきまして、生活がちょっと落ち着いてきて、これは他力本願ではダメだと思いまして、ちょっと筋肉をつけようかなと、近所のフィットネスクラブに通い始めたのがきっかけです。その近所のフィットネスクラブでは、本当にマシンを使った本当に負荷の軽い、いわゆる筋トレというものから入りまして、1年間コツ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 と本当に設定重量、初期重量の本当に軽い重量のところから、通える範囲で通って、まずはこう表面的な筋肉をつけていって、で1年間続いたなと思ったところからヨガやピラティスをやるようになりまして、そこでインナーマッスルを鍛えるようになりまして、そうしましたら本当に歩けなかったヘルニアの症状がそのように改善されて、筋肉をつけることでそういったものを防ぐことができるんだなっていうのを実感しました。で一人でいつもコツ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 とやってたものですから、同じ、フィットネス会員の利用者の方から、たまにはちょっとフリーウェイトもやってみないかって言われたのがベンチプレスを始めるきっかけになりました。でもちろん初めてだったので、シャフトから始めたんですけれども、上がるかなと思ったら結構20キロまた重たくて上がらなくて、なんかそれがとても悔しくて、ノーギアの、公式記録は80キロ、フルギアの公式記録は 97.5 キロです。コツは、そうですね、なるべくだから 筋力を使わず、しっかり、そうですね、しっかり体のセッティングとか、なんかむやみやたら寝っ転がって、シャフトを持ってあげるのではなくて、自分の体をいかに柔らかく使い、骨格に乗せてあげるか、そういうことで、ですね、結構扱える重量も増えてきたんだと思うんですけれども、決して筋肉だけで筋力だけでは上げてないということです。まず一人でやる個人競技なんですけれども、もちろん指導者や支えてくれる皆様があってのことなんですけれども、でですね、自分が努力した結果が数字にしっかり現れるっていうところがやっぱり魅力ですね。重たいものを持ち上げていく競技なので、練習を積み重ねていって、自分が使える重量がどん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 上がってきた時が本当に楽しいです。